この大会は去年設立されたジュニアゴルフクラブチーム連盟が今回初めて開いたものです大会には三重県をはじめ全国から各地区の予選を勝ち抜いたゴルフクラブ合わせて23チームが出場小中学生が4人1組となりチーム内でベストポジションのボールを選択するスクランブル方式で行われ9ホールの合計スコアで競われました ジュニアゴルフクラブチーム連盟は、ゴルフ部がある中学校が少ない中、ゴルフを続けられる環境を作り、ジュニアゴルファーを育成しようと設立されています。大会は明日も開かれ、クラブをまたいでチームが編成され、全国のゴルファー仲間と交流しながらコースを回る予定です。